まず前回の外していきます。めっちゃ伸びた。むけた。トレコを薄くしたのでガッツリついてますね。あ、すっきり。うん、じゃんじゃん。またこっちは整えてやっていきます。では続いてこのぷくぷくサンダルが可愛かったんでこんな感じでデザインしてみます。可愛い。もうこっちの4本には縦のラインとか横のラインでやってみたんですけど、親指は横のラインでやってきます。ということで今回はカラー作りなし、この2色でやってきます。どっちが先端がいいと思う？ではもうこのままカラーを使ってきます。まずは根元は黒、爪先がグリーンにしてきます。ほんとこっち向きで塗るのって大変ですよね。足黒は半分まで。で、硬化します。はい、では続いてグリーン塗ってきます。グリーンもこのカラーそのままです。このカラーすっごい私お気に入りなんです。ほら、かわいい。半分です。足の親指は大きいので、もうグリーンと黒で倍カラーにしました。かわいい。はい、硬化します。なんか昔ジャマイカネイル黒とグリーンでやった。じゃーん、ほんとこれだけで可愛い。でもここもぷくぷくさせていきたいので、ここで登場するのが粘土ジェルのクリアをカラーで混ぜてきます。黒と白作っていきます。これくらいかな。黒をズボッとつけちゃいます。ズボで、この上でこねこね。でもここの上でもうなんとなくこんな風に棒状にして、これをそのままここに乗っけます。なんか少ないかな。やっぱ親指大きいな。おっとちょっと少ない。失敗です。ちょっとクリア出してます。全然少なかったですね。やっぱ親指大きい。こね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 。これを置きます。ポンと。でこのままトン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 と叩いて、この黒の上に伸ばしていきます。潰すようにペタペタペタと。根元に少しだけちょっとかぶるような感じ、かぶせすぎないようにこんな感じに四角くなるように広げていきます。こんな感じ。そしてここで登場するのがこれ、ネイルタウンのシリコンスティックです。でこれのこのとんがっているこんな感じの部分ですね、これを当ててきます。ど真ん中で横に割ります。シリコンスティックのこの平らなところでちょっとボコボコしているところを整えます。上からトントントンとやれば、優しい力でやってあげてください。両サイドをこのシリコンスティックでちょんちょんとまっすぐにしてあげると、よりリアルで可愛いと思います。おもちゃみたい。可愛い。はい、じゃあ硬化します。じゃあ次にグリーンです。同じ量クリア取ってきます。結構使いましたよね。私ぷっくらさせたいんで結構な厚みを出していくんですけど、まだ靴履いたりすると厚みがあると痛くなったりとかするんで、そこら辺は厚みをもう少し調整してもらうと薄くてもぷくぷくで可愛いと思うんで調整してみてください。最初はちょっとネチャネチャなんですけど、コネコネしてるとちゃんとこうやってしっかりくっついてくるんで、よいしょ、根気よくやるといいかな。表面に塗ってもありかもなんですけど、まあ、でも溝のところとかがうまくならない気がするな。さっき黒はいい感じにくるくるってなってくれたのに、これならん。乗せます。今度多い？さっき少ないと思ったのに量を調整するのが難しい。でシリコンスティックで伸ばします。テレッテレッテのヨッシーみたい。タン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 タタンタタ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 タ
タラタラタタ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 タ。はい、こんな感じで平らにしたら切ります。まっすぐ切るのって難しい。タランタンタラ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 ン。端っこはしっかり切っといてあげた方がいいです。よいしょ。え、めっちゃ可愛い。どうしよう。タン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 タタンタタ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 タ。ここの間ももう一回、ここは黒に滑らせるような感じで、黒がもう固まってるんでね。はい、こんな感じ。かわいい。硬化します。これちょっと余ったんで、硬化中にちょっと使ってみます。まあ、本当はね、下に色を引かないとあれなんですけど、ここにやってみよう。平らにしたよ。したら斜めにしてみようかな。これなんかやっぱ横で可愛いんかな。うん、高さやな。まあ、でも遠くから見たら可愛いよ。ほら、やっぱ高さがないと微妙かな。高さがあったら可愛いよね、絶対。ほら、全然違う。うん、やっぱ可愛い。こっちめっちゃ可愛い。はい、こんな感じで硬化ができたので、この上をツヤ出しノンワイプでコーティングしていきます。イエーイ。この上をさーっと塗っていきます。あまりこの溝のところがしっかり埋まる感じだとぷっくり感が半減しちゃうので、あまり溝に入れすぎないように。まず全体的に塗ってから拭っていくといいかな。硬化します。たらこ唇、ほらブロックみたいで可愛い。これ全面にあったら可愛い。なんかボンレスハムみたい。なんかの人形の頭みたい。面白い。いろいろできる。はい、遊び終わりでこんな感じで完成です。ぷっくり可愛い。簡単。サンダルっぽくって可愛い。少し厚みを持たせて、シリコンスティックでも自由自在に動かしていけるので、平らにしてから割ってという風にやると簡単にやることができます。平らに伸ばして切る、いろいろな形ができて面白いですよね。四角にするのも可愛いし、ひし形にしても可愛い。いろんな形でこんな立体のぷくぷく、ぜひやってみてください。可愛い。イエーイ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 。ただ割った時に下のカラーがクリアだと透けてちょっとハゲハゲな感じに見えてしまうので、カラーはちゃんと引いてあげた方がいいです。ぷくぷくのサンダルを合わせたらもうバッチリですよね。ちょっとまだ靴を履くので履きにくいかもしれないんですが、このままつけておきます。じゃあね、バイ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 。今回使った道具はこんな感じです。粘土ジェルのクリアとグリーン、そして黒、サロンユースのノンワイプトップジェル、筆場タチの平筆とモアクチュールの平筆、あとネイルタウンのシリコンスティックです。続いて我が家のちょっとした出来事です。先日寝室に遊びに行ったちび息子が全然帰ってこないので、寝室を覗いてみると布団に入り込んでおもちゃの携帯で遊んでいました。私も寝る前に携帯を少し見ることはあるんですが、寝ながらこう電話をすることなんてないのに、誰の真似をしたのか寝ながら電話をしていたんです。おてんばした娘の影響なのかわからないんですが、いろんなことを真似するようになったので、ちょっと注意しないといけないですよね。そしてまたある時はお風呂上がりにパジャマを旦那に着せてもらっていたんですが、旦那がふざけて下のズボンを肩の辺までこう手も入るようにすっぽりとかぶせたんですが、なぜかこういう時はビビリのちび息子、出そうと思えば全然手を出すことができるのに手が出ないことにすごくビビって泣くんです。ビビリのちび息子、どんどん大きくなっていくのが楽しみです。以上、我が家のちょっとした出来事でした。